どうもこんにちは、ギーキンボックスの佐賀です。とウィレン、ウィレンと申します。今立ってる場所はベースショップギーキンボックス横浜の目の前なんですけど、ここら辺の周り駐車場がかなりちっちゃいのがね点在してるんですよ。はい、なのでそいつらをちょっとずつ紹介してみようかなというふうに思います。僕自身もあんまり把握してなかったんですよね。調べてみたら結構いろいろあって、はい、まあ、目の前にも駐車場あるんですけど、ここよくいっぱいになっちゃってるので他の駐車場も合わせて紹介していこうかなというふうに思います。ついでにあんなお店こんなお店紹介できればなって感じです。じゃあ早速よろしいですか。はい、よろしくお願いします。まず1個目、マジで目の前だ。ここが一番アクセスもいいですし、うん、止めやすさも結構止めやすい。一通の道路で、うん、ここが幅広で、そんなに車通り多くないんで。そうだね、広いしね。広いです、広いです、うん、うちに来るミュージシャンたちも割とここ使うこと多いね。機材重いしね。そうですね。これなんていう駐車場？ここは、昭和パークっていう駐車場になってますね。昭和パーク、そうなんだ。料金は30分100円ですね。違う、20分300円だ。へ、ね、なるほど。あとロックレス式だっていうのも珍しいかもしれないです、ね。はい、あ、そうなんだ。ロックレスだと何が違うの？ガチャンってこう止める、あの床にある機械がないので止めやすいっていうところに変わるんだ。それ変わりますね。やっぱあれあると運転が苦手な方だとバックで止めるのにプンとこう踏ん張る必要があるし、ちょっと怖いポイントの一つかなと思うので。あ、そうなんだ。慣れてない人でも止めやすいと。止めやすいですね。普通の駐車場とこう同じ感覚で止めれるんで。行けたくないです。あ、車ね。車高下げてる人とか。車高下げてる人はあれがもうバンバン行かなくなっちゃうんで。なるほど。じゃあ田舎のヤンキーの皆さんはぜひここ使ってください。じゃあ次、ではじゃあ参りましょう。ちなみにこのヤオキ美味しいです。中華屋、味噌ラーメンが美味しいですね。で、こっから渡った先の向こうに行くんですけど、はい、まあ、距離自体は近いが、信号を渡る必要があるということで。なるほど。まあ、アクセスはそれで、まあ、そこそこだね。そこそこです。え、行こうよ。行きましょう。この信号が長いんで、はい、そこがマイナスポイントです。確かに地元民的にもこの信号渡るのだるいから、あっちに住んでる人はあっちで飲むし、こっちに住んでる人はこっちで飲むんだよね。そんなに？あるある、結構ある。だるいからあっち行くの。いや、そうなんですよね、はい、だから俺いつもそこいるじゃん。なるほど。うん、私この上になんちゃらかんちゃらっていうバーがあってマジでそこでよく飲んでます。で、1階にはありがたやってるラーメン屋さんがあって、まあまあ美味しいです。でもキャベツトッピングするとほうれん草なくなる。それ頼めば入れてくれるんですよね。頼めば入れてくれるらしいよ。お好みはって聞かれて、ほうれん草なくさないでくださいって言ったらいけるらしい。多分日本で唯一の。そう、青になったんで渡りましょう。で、一応今回の紹介するリストには入ってなかったんですけど、ここまっすぐ行ったところにも駐車場1個ございます。あそこね、たまに使ってる人います。俺が10年前住んでたマンションの隣。やっぱそこのマンションに住んでた時は、うん、あっちの居酒屋いっぱい行ってましたもん。そうだね。ここが一番近い ATM でもあります。えたまにお金が足りない。やらしいな、お前ATM の話すんなよ。ここが最寄り ATM か。最寄り ATM です、うん。ちなみにこっちは平沼2丁目方面のね、方だね。2丁目の方に歩いていくっていうと伝わる、地元民には。なるほど、うん。で、ファミリーマート過ぎたあたりのここにまずタイムズがございます。はい、ファミマ横まっすぐですね。平沼第11っていう店舗、店舗というか、ああ、平沼第11タイムズが。で、特徴は、うん、狭いですね。あ、狭いんだ。4台しか最大で止められないのと、それぞれがすごいこうギュッとなってるんで、うん、ま、ただこの道自体はそんなに車通りは多くないので、うん、ハザード大抵こう止めに入っても、まあ、そんなに
うん、止めやすそうだよね。止めやすいは止めやすいと思う、うん、穴場的にはいいかもしれないですね。ただし信号渡る必要がある。はい、まあちょっと遠いね。ちょっと遠いですね、うん。なるほど、次行きましょうか。あれでももう一個あんのこれ。最大料金ないんで。ああそうですね、最大料金ない。あ、じゃあ置いてったらずっと課金される。だ夜置いて飲みに行くのはおすすめしないです。あー、なるほど。ただ30分刻みなのはいいかもしれないですね。日中にギークインボックスに来るだけだったら。あ、ちょろっとね。はいはいはい。てか駐車って高いんだね。高いですね。うん、ですぐ横にあるのがこのワンパーク平沼っていうところなんですけど。いや、なんかこんな隣に駐車場あったら、いやもう値段比較したくなっちゃうね。競合ですからね。あ、でも値段同じだ。こっちは20分で200円、うん、こっちの方がいいね。ただこっちは小型車専用ということで、あ、ちょっと大きいと止めづらいかもしれないのと、2台までしか止まらないってさらに少ないので、うん、こっち空いてればラッキーの、なるほど、感じですね。確かに今空いてるしね。今空いてます。あと、まあ、夜間だったらいいかもしれないですね。22時から8時までの間は最大でも400円なんで。え、あっち500円だっけ。あっち制限ないです。あっちは最大料金がないので。夜間は、あ、550円か。そう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 。あ、でも夜間の定義もちょっと違うんだ、不思議。そうですね、22時から8時です。まあでもこういうのうまいこと活用してね、お金節約していただいて、スペースいっぱい買っていただいて、はい、はい、そういう感じです。いやらしいですね。いやらしくないよ。ここからしばらく駐車場はないです。やっぱちっちゃいのが点在してんだよね。そっちの方にもあるし。本当ですね。ただここら辺いつ多くてちょっとね走りづらいと思うんですけど、まあ、でも適当に歩いてたらあんじゃねえかな。っていつも言ってた俺は。本当に周辺で栄えてるから、うん、あの辺は駐車場ないけど、あ、その平沼側とあと北側のその鶴屋町側にも結構点在してる、はい、あるんだ。結構使う？これはあんまり使わないんだ。あ、右手です。こっち。ああ、はいはい、そこが最強ですよね。空いてれば絶対あそこがいい。まあそりゃそうだよね。あともう一個穴場がある。へえ、あっちに行きます。あっちに、あれ、あれです。そこのカフェドノーバっていうお店は刺身が美味しくて、ベイスターズの選手がたまにいるって聞いた。まあでもここら辺のお店割とどこもベイスターズの選手たまにいるって聞くけどね。これバーですか。いやー、なんつうのかな、まあ、居酒屋っちゃ居酒屋みたいな感じ。あと猫がいるこの中。うん、まあ、いいよね、猫いるから。それいいっすね。うん、あれ、あとさ、レッドブルガールの駐車場あるよねここら辺。レッドブルガールの駐車場、レッドブルガールだから、レッドブルカーがよく通るのよここら辺。2台ね。どこだっけな。そうなんだよな、あれも紹介してよ。でこちらですね、次の駐車場が三井のリパークですね。ああ、軽専用、軽専用が 2台分で、ここはまあ続いてるんですけど、こう2台しか止めれないんで、うん、結構狭いので、はいはい、まあ空いてればぐらいの感じですね。あ、だしちょっと遠いですね。まあでも一旦昭和パーク来て空いてないやつって左折して、左折したら一番ここ近いかもね。そうですね、確かにね。だし、まあ店すぐだもんね。そうです、ここまっすぐあっちに進んでいっただけで、うん、まあ、ビル群の間抜ければ着くんで、うん、確かに大通り出なくていいかもしれないですね。え、なんか高くない？高いですね。15分刻みなんで、やっぱ間隔が狭ければ狭いほど、まあ、ちょっと値段的には優しくないと思いますね。特にうちはセットアップとかで30分とか1時間とか、ね、正直10分だけ寄って見ていく人って少ないんで、うん、ちょっと高いかもしれない、ね、そうだね。まあ空いてなかったらとりあえずって感じかな。そうですね、はいはい、なるほど。一応選択肢として、うん、で一応なんですけど、うん、この後は左に、うん、進んでいくんですけど、右にも2箇所ぐらいあって。なるほど。そこが
結構いいんですよね。まあ、マジで歩きゃあるね、駐車場。行ってみますか。え、行ってみる。え、あっち、いいよ。そうですね。まあ、とはいえ俺が嫌がんないぐらいでしょ、撮影で歩き回んの。確かに、うん、まあ、まあ、遠くはないよ。よく OK が出ましたね。ね、この暑い季節に。いや、35度あるらしいよ。もう東南アジアじゃん。いや、マジで手ぶらで歩いててもちょっと暑くしますからね。うん、本当だ、タイムズあった。これはタイムズの平沼第4店ですね。本当だね。なんかやっぱ最大料金ってちょいちょい違うんだね。これ値段こんなに違うと思わなかったわ。24時間までだったら1800円。うん、同じタイムズでも全然違う。ちなみに基本料金的にはさっき紹介した三井のリパークの倍安いですね。へえ。さっきは15分で220円だったので、ね、超安ですね。だしさっきのは超高ですね。ちょっとね、まあでもちょっとうちの店には近いね、さっきのお店の方が、ね、近いっちゃ近いくらいか。戻る？いや、先にももう一個あります。あ、本当だ。ここはさ、あっちからゆっくりしたい。はい、駐車ってそんな大変なんだ。やっぱちょっとせかされてるって感じるとミスしやすくなる気がします。うん。で、この隣の駐車場がタイムズの平沼第6っていう。平沼第6、タイムズなんで料金は一緒かなと。うん、30分で220円、夜間は60分100円。ああ、でもちょっと違う、20分220円だわ、ほぼ。あ、本当ですね、こっちの方がちょっと高いですね、うん、少しだけ違うんだ。そういう違いがあるんだね、一応。あとこっちの方がなんか多く止めれそうなんですけど、なんかタイムズのカーシェアのサービスでなんか2、3台ぐらい、2台か止まってるんで。ね、そうだね。見た目ほど多くは止めれないですね。いや、でもいいな、街がいいね。これが5つ目と6つ目の駐車場でした。うん、ちょっとルート戻りまして、戻る、左折しましょう。まあ、なんもないね、ここら辺は。マジでマンションだけだからね。ところでココ売れてますね。あ、ココ売れてるね。うん、Amazon のランキング1位になった。そうだね、見ました。いや、ありがたいよね、買ってくれる人がいるからね。すごいですね。すごいね。いや、でもあれはマジで自信作だから。ちなみに最近はお店の在庫品のあれにも使ってるんで。あ、本当、ね、うん、よかったよかった。次はここ右ですね。あ、これ、そうです、ここのタイムズですね。あちらのおすすめ、平沼第8。なんでおすすめなの？広いから。ここはね、広くて止めやすいと大体空いてる。へえ。30分330円なんで、まあ、間隔がでも広いんで、うん、まあ、1時間お店にいたとしても660円と思うんですかね。なるほどね。え、てかさ、あの車止めるあれってさ、はい、あんなギリギリなんだ、車と下のフラップですか、うん、なんかこれ。そうですね、危ないね、なんかね。でもあれなんか自動で高さ調整してるんですかね。なんかあっちの方が角度違うよね。違いますよね、うん、多分車高に合わせて。分からへんけど、まあ、てことは田舎のヤンキーの車高低い車でも大丈夫かもしれない。センサーで止まるかもしれない、うん、そうかも。さっきの3つ、ここ3つ紹介したやつよりも近いんで、うん、お店に。ああ、そうだね、確かに。そこもいいポイントですね。ちなみにここはね、禁煙です。禁煙ですか。駐車場でタバコ吸ってるやつ多いけど禁煙です。ちょっとチェックしよっか、タバコあるかどうか。
めっちゃゴミ捨て禁止と場内禁煙なのにめっちゃあるって。わあわあ、一気にどっちも犯してます。え、しかもさ、これ電子のさやつじゃん。アイコスのやつでしょ。やっぱアイコスユーザーってクソだな。あ、めっちゃあるじゃん。やば。ポイ捨てダメ。ポイ捨てダメです。はい。ポイ捨てよくない。まあ仕方ねえから俺も拾うか。ポイ捨てよくないね。ありがとうございます。すみません。多分全部同じ人ですね。うん、クソが。そしたら、左折しましょう。はいはい。ここを右に曲がります。右？右です。あ、なんで戸部警察の方面の駐車場を今から。そうだね。歩道ないんだ。ちょっと左に寄りますか。次あっち？はい。そしたらこのすぐのとこ左に曲がるんですけど、まっすぐ進んでいって3箇所紹介します、うん、あそこに天神ってラーメン屋あるじゃん、はい、あれ昔は違う名前だったんだけど。あ、そうなんですか。名前変わったのよ、はい、で、俺の友達がさ、はい、ここ変わっちゃうんですねって言ったら、はい、あ、中身は同じですから大丈夫ですって言われたのに。あ、そうやって食べログってリセットするんだと思った。あ、なるほど。絶対そう。もうどうしようもなくなった評判を。どうしようもなくなって、うん、そう。普通に美味しいけどな。いや、美味しいですよね。僕も食べた、うん、俺普通に好きだよ。あ、こんなマニアックなところにあんだ。そうです。これ誰も知らないでしょ。8個目の D パーキングっていう、うん、で、これも2台しか止められない上に、うん、まあ、かなり狭いですね。この横のなんて言うんでしょうね、ガードレールというか。はいはいはい。ちょっとタイトなんだ。結構タイトですね。ちなみにここ立ちションベン禁止ですね。立ちションベン禁止。こっち見て立ちションベン禁止なんだっつって、こう言ってた。あ、こっちも立ちションベン禁止なんだみたいな。ってことはじゃあこっちは OK なんですかねみたいな。ここでもあるんだ。そうなんですよ。まあ、あとここだったらタバコは吸っても大丈夫です。あ、そうだね。禁止書いてないからね。立ちションベン禁止だけどうんこは OK かもしれないね。確かにそうです、はい、あと座りションベンは OK かもしれないです。まあそうだね、うん、論理的に考えるとそうなりますね、はい、20分200円ですね、うん、で夜間最大400円なんで、ここに止めて戸部で飲むのもありかもしれないですね。最大が安いもんね。確かにそうですね。安いんだ。分かんねえな。見ない、あれ、なんか俺がよく行く精肉店があるのよ。あ、ここら辺に。うん、そう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 。おすすめです。の裏側かと思った。の裏側のあたりですね。あ、まっすぐ進みます。あのタイムズ？いや、まずこっちです。ああ、いっぱいあんね、本当に。あ、でもここのタイムズとそこのタイムズはもしかしたら一緒かもしれない。ああ、タイムズ。これタイムズの戸部町第4。20分220円で最大料金1900円。まあぼちぼちです。さっきの D パーキングの方がちょっと安いんですけど、うん、でもなんかここには止めやすそうな気がするね。そうですね。これギリさ、こっちからこう来ても一通取られないの。そうですね。セーフだね。このぐらいだったらセーフだと思います、うん、あと車通り少ないんで、ここのいいところは、うん、東京方面とか桜木町とかやから絶対そこの交差点にぶつかってくるの、うん、戸部7丁目ね。そう、戸部7丁目。ここの道路をまっすぐ行くとギークとかトンギークがある道だから、うん、その車的にはロスがない。ああ、はいはい、まあ、止めちゃえたら楽だよね。なるほど。まあでも向こうから来てこっちに止めて昭和パーク空いてたらちょっと残念ですけどね。まあそうだよね。昭和パークの満開だとまたぐるぐる回んなきゃいけない。そうですね。え、タイムズってさ、今ここ空きありますみたいなシステムないの？いや、アプリで見れます。あ、近くの、そうだよね、近くのタイムズを一括で管理してるみたいです、ね、ただ俺たちのは昭和パークだもんね。そうです。昭和タイムズはないの？昭和タイムズないです。次あっち。そうです、本当ですね、うん、ここが17。へえー。あ、でもこっちは日陰でいいね。そうですね。でもなんかこっちの方が柱とかがあって、なんかストリートビューで見たときはちょっと止まりづらいのかなって思いました。まあでも
同じくくりなんだろうね。そうですね、うん、なるほど。まあこっちもいいですよって話ですな。回数的には今まで紹介した中で一番多い。そうですね。あ、本当だ、すごいね、多い。しかも中も結構広いですね。本当だね。あ、そうなんだ、これ知らなかった。すごい広いパンだ、うん、ここ結構いいですね。使いやすいじゃん。ちょっとだけ距離あるんですけど、まあ、真っすぐだし、そんなに、まあ、そうね、うん、夏でもなければ気にならない。全然いいですね、はい、っていう感じで。ちなみにあそこのさ、あそこの交差点左折禁止なんだよね。そこの交差点ですか。そうそうそう、あれ右にしか行けないんですか。だからあの真っすぐ、真っすぐマークついてるじゃん。はいはい、はい、だから真っすぐしか行けないのあれで、あそこに交番あるじゃん、はい、あの交番でこう涼みながらお兄さん待ってて、ウィンカー出したらこう立ち上がって曲がったらはいってピピーってくる。その左にウィンカー出して消して右にウィンカー出したらまた座りますか。いや右行けないから右も来るよ。動いてるパトカー。あら、なんかピピーしてるかもよ。知らない人が来ると大体かなりの確率で左折禁止引っかかるから、はいはい、土日なんか出ずっぱりよね、あの人たち。俺それで唯一の違反取られたもん。あ、マジですか。それ以外ない俺。じゃあ今もうゴールド免許じゃない。ない、左折禁止で。意味わかんないでしょ、左折禁止。なんか地味ですね、しかも地味だよね。続いての駐車場は、続いてはギークインボックスがある平沼商店街の、横浜駅方面に一歩行った大通りがあるんですけど、その大通り沿いの駐車場を、2つ紹介していきます。うん、駐車場だらけだね。めっちゃ多いですね、やっぱり。ここが初見殺し的な。あ、そう、交差点です、ね、まあ左折禁止なんだけどね、普通に標識的に。でも曲がっちゃうのよ、はい、だって左折禁止って意味わかんないから。え、じゃあ向こうにしか行けないんでしょうっけ。いやいや、あっちにしか行けないの。え、じゃあ右折ってことですか。違う違う違う、まっすぐ、まっすぐしか行けないの。だから左に行くにはまっすぐ行って右行って右行って右に行ってまっすぐ行くしかない。こういうことか。そう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 。で、なんかすぐそこにね、こうちょっと路肩があるんだよ、はいはい、そこで警察が待ってる。あっちの方入ってくださいって言われて入っていくと、あ、いらっしゃいみたいな。もう流れ騒ぎよ。もう罠みたいになってる、まあ、LINE 校ですね。まあでも仕方ない、それは違反したのは悪いから。そうですね。でもそんなに左折を多いんだったら、はい、でっかく左折禁止って書いてくれよって思うよね。まあそうですよね、うん、仕事減るし、その方が。そうなんだよ。で、その警察署から歩いて1分ぐらいのこちらが、うん、タイムズの桜木町第4っていう駐車場ですね。なんか一番広いかもしれないですね、今日紹介する中で。確かにね、大きいね。大きいですし、空いてるね。たまたまかもしれないけど15台止められる、うん。まあでも最大料金は高い？いや、まあ普通？普通ですね。あ、難しいな。自販機があります、ね、まあただ民度は低いね。ゴミ一番ひどいですね、ここは、うん、あとああいうのってありなんですか？いや、なしじゃない。わかんないけど、でもバイクってどこ止めりゃいいんだろうね、こういう時。確かにそうですよ。駐輪場みたいなとこですかね。ないもんね。ないですね。まあだからグレーゾーンだけど、なんか自転車の感覚で止める人が多いんですか、ね、うん、ああそうかもね。まああれはアウトですけど。まあちっちゃいしね、ここね。あのタクシーがよく寝てます。でもここも涼しそうですね。そうだね、駐車禁止だからここ駐車しちゃダメだね。でも停車してるんだろうね。あの、だね、そうですね。おそらくまだ4分前ですね。うん。次行きましょう。はい。ああいう専門学校は儲かってるんですかね。いや、どうなんだろうね。わかんない。人入ってるか見たことないな。もしかしたら廃校かもしれない。まあ、そうかもしれない。ここが最寄りのすき家です。最寄りすき家だ。ここに来ればスタッフと会うことがあるかもしれない。そうだね。スキヤね、スキヤでさ、はい、牛丼ショーと卵をいつも食べるの、はい、上半分をさ、
肉を多めで食べるわけ。はいはい。で、卵かけご飯して終わるっていう。その二度美味しい。前回佐賀さんにそれを聞いてから、うん、僕も真似してます。あ、いいよね。いや、賢いですね。いや、そうでしょ。いや、あれはいいです、普通に。前さ、はい、千夏とね、はい、スキヤで、あの牛皿とか、はい、卵とかカレーとかの具のとこだけ、おかずの部分だけ5、6個頼んで、はい、あとライス並2つっつって、はい、そのバイキング形式すき家結構いけてるよ。それ2人でやったの？それ2人だった。それ仲いいっすね。なんでそんなね、ほんとだよね。で、ここが、まあ、大通り沿いのナビパークっていう駐車場にナビパークなってます。スターツグループの。あんまり聞かないですね。あ、でも楽天ペイとか使えるよ。確かに、すごいいいじゃん。安いの？いや、ちょっと高いですね。15分刻みなのもちょっと高いですし。なるほど。ね、これ、まあ、今回紹介する中では、まあ、比較的近いですし、うん、あの大通り沿いなんですけど、はいはい、一番止めにくいかもしれないですね。あ、ちょっとお店ショアパーク無理だっつってさ、こっち入ってくるのも少し、はい、長いもんね。長いですね。やっぱ大通り沿いなんで、ここでこうバックで入ってきて止めるっていうのが、うん、あ、まあ、ちょっと難しい。タイミング次第なんで、基本的には多分前で入ってきて、で、ここでこんだけ頑張って、そうです、こんだけ空いてればどうにかなると思うんですけど、多分ここにこう止まってて、はいはい、あの奥だけ空いてたら結構しんどいかもしれない。なるほど。いや、なんか駐車場ってさ、はい、俺よく思うのよ、これ止めるの不可能じゃねえかなと思うんだけど、でも上手い人だったら止めれんだろうなって。そうですね、うん、でもやっぱどう考えても不可能な駐車場ってたまにあんの。そうですね。そこはそういう意味ではちょっとコツが必要かもしれないですね。うん、いいですね。平沼はいい街です。そりゃそうで、このタイムスが最後。そうです。ここ近いしいいじゃん。ここ近いですし、あのビルに囲まれてるんで、うん、比較的ずっとあの日陰ですし、で一本入ってくるんで、あの、まあ、ここはもうそんなに車通り多くないんで、はいはいはい、あっちからしか入れないよね。そうです、うん、こういう風にしか入ってこれない。でも人気だね。なんで結構いっぱいのことが多い。ここは安いの？ここはですね、20分200円なので、まあ普通ですね。安い方だと思います、ね、ん？高い。15分220円、ね、あれ情報が違う。すいません、めちゃめちゃ高いですわ。ここはめっちゃ高い。高いんだ。めっちゃ高い。しかも最大料金も2500円なので。2000円。今おすすめしてた裏と同じぐらい高いですね。あ、でもこっちの方が近いから、ね、近いですね。ここはね、一番いいよね。ここに行くのも行きやすいし、うん、確かに。これでぐるっとしました。これで以上？以上ですね。駐車場話は。え、結構あるね。結構あります。でも実際のとこさ、はい、今リストになかった駐車場もいっぱいあったじゃん。ありました、うん、マジでさ、1本ずつこう入ってったらいくらでもある感じがするね。そうですね。だからそんなに怖がることないっていうか、うん、あのよく遠方からいらっしゃるお客様で、うん、あの駐車場って近くにありますかって心配される方多いんですけど、はいはい、まあ、いつもこう言ってもそんなに怖が拭えないというか、うん、でも本当に安心してほしい。まあ、めっちゃあるからね。めっちゃあります。つうか、みんなそんな車使うんだねっていうのは俺結構びっくりなんだわ。そうですね、うん、まあ、でもなんか特に今の季節だと、うん、ハードケースとかを持って、うん、調整に持ってきたり買い取りに持ってきたりっていうのはちょっと無理がありますよね。まあね。ハト嫌いなんだよね。え、ハト嫌いなのよ。ハト嫌いって何？ハト嫌いなの。え、それはもう近づきたくない的なことですか？そうだね、うん、だからハトに餌やってるやつちょっと本当家の中でやれって思う。ハトを飼ってやれと。そう、ハトしんどい結構。でもここら辺たまに歩いてたりするじゃないですか。ハト？ハトたまにいますよ。近いよ、教えてやんなきゃな。ここには来るなって。ハト嫌いの社長がいる、はい、っ
ということで駐車場一周してきました。なので遠方からの皆さんもぜひぜひ遊びに来てくださいなっていう感じです。駐車場本当にいっぱいあるので、うん、基本的にはそこのね昭和パークが一番いいって話ですけど、うん、まあでもそれに限らずいっぱいありますからぜひ遊びに来てくださいということで本編終わり。昨日さ写真撮ったじゃん、はい、みんなで、はい、あれのね3人版があるのよ、はい、昔懐かしの、はいはい、その時とかマジでそんな売り上げ出ると思ってなかったんだよね。今と比べて、今と比べて、はいはい、今だって十何人かいるでしょ。そうですね、会社全体で結構いるから15人ぐらいかな。結構だよね。すごいですね。すごいよ。僕はちょっと途中からなんでその時代を経験はしてきてないです。大丈夫、登山にいじめられたりしてない？その、写真は経験ボックス横浜のツイッターのヘッダーとかで見れるのでよかったらチェックしてみてくださいということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。ゲークンボックスでは、ツイッターとかインスタグラムとかフェイスブックとかティックトックとかさまざまなソーシャルメディアやってます。よろしければチェックしてみてください。ゲークンボックス横浜は横浜駅の近くにありますね。横浜市西区平沼1-6-17でございます。あと兵庫の方も尼崎にあるのでよかったらね来てみてください。あと最近はギターの方の YouTube チャンネルもやってるのでよろしければねそっちのチェックもしていただけたらなと思います。ということで最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。